小狐座のお話。小狐座は1687年ポーランドの天文学者ヨハネス・ヘベリウスによって新しく設定された星座で、神話や伝説などは伝わっていません。小狐座は夏の大三角形の中に位置していますが、小狐座には明るい星もなく、星の並び方も特徴のあるものではないので、とても見つけづらい星座です。ところで、小狐座はガチョウをくわえた狐の姿で描かれていますが、一時期の間このガチョウは独立した星座として扱われていたと言われています。小狐座のお話でした。